最近軽井沢のアウトレットとか行ってショッピングの気持ちはあるのに、買いたいものも買いたい気持ちもあるのに、行ったことによって欲求も高まってきたのに、買えなくてもんもんするな。ネットで買うと失敗しそうだし、バケットハットとかも欲しいよな。休みの日なのに家でぐーたらぐーたらしてるって、こんな過ごし方どうすればいいのかな。そうか、出かければいいんだ。出かければいいんだ。遠くに行ったからってあるとは限らないし。そうだそうだ、出かけよう。なんか準備もできてるし、早速ゴーだ。ゴーゴー。はい、行くよ行くよ行くよ。雨降ってきたけど、いきなり外出た瞬間に雨降ってきてるけど、ビチ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 なってるけどさ、行くよ。もうずっとバケットハットは欲しくて、まあまあついでに他のアイテムもあったらいいなと思っているけど、雨がすごすぎる。雨天中止かこれ。正直妥協すれば買えたっていう感じもあったんですけど、ここまで粘ったらというよりはいつもそのスタンスで購入しているんですけど、いいものが見つかるといいな。晴れてるのに明るいのに雨が降ってる。どうなっちゃったんだこの周辺。ほら小学生とかも不意の雨だからもうびしょ濡れになっちゃってんじゃん。傘持ってないよね今日。なんか昔はコレクションのように帽子を集めたり、バッグをたくさん持っていたり、スニーカーもたくさん持っていたりしたんですけど、今はそうやって複数持ちたいっていう気持ちは本当になくて、だからこそこうやってこだわってお気に入りとして持てるアイテムを妥協せずに探しているんだよね。そんな感じの買い物をしてるから一つで成立するし、ミニマリストとして家に持ち物が少なくて済んでるんだよね。もう欲しいから可愛いからと言って買ってるよね。そんな可愛いかっこいいって言ってたら全部買えちゃう。 ABC マートのスニーカーなんてもうほとんどかっこいいか可愛いもん。はーい、1店舗目到着しました。いやー買えるのかどうなのか、行ってきます。めちゃくちゃ晴れてきた。とんでもなく晴れてきた。はい、こちら上のスポーツショップ的なところどうかな、行ってみます。買えませんでした。そもそも全然なかった。次行きましょう。皆さんはいつファッションに目覚めましたか？僕は中学校の頃ですね。まあ小学校の時は服は買ってもらってたり、まあ野球やってたんでジャージばっかでしたけど、中学校になって映画を見に行ったりする時に街に行くんですけど、その時に同級生と服を見に行ったり、まあその後中学生高校生でファッション誌を結構買っていて、一回ファッションスナップを雑誌に送ったことありますもん。その時はジャケットを着るファッションが流行っていて、テーラードジャケットね、言葉の意味も知らないのに、襟のところに缶バッジをつけたりとか、いやそれが流行ってたの。缶バッジ貼ってダサいとか思わないで。その時はうんともすんとも何も引っかからなかったんだけど、それから美容専門学校に行ったら、おしゃれな子が多いわけですから、ファッション対決、親からもらったお金で服を買っていました。僕最低、バイトしな。まあその買い方も最低なんだけど、もう服を買いすぎることってやっぱり最近思うのは、一生懸命働いた自分、その一生懸命頑張った時間が服に消えてっている。あなたそれでいいの？ということも考えますね最近。島村ってめっちゃ混んでるよね。それにしても混んでるよね。おしゃれ好きね奥様方。はい、着きました。2店舗目着きました。可愛いお店の集合体みたいなところに着きました。早速帰るのか行ってきたいと思います。 GO!なんとなんとなんと買えませんでした。
いや、なかなか買えないもんだね。難しいね。一応ハットはあったんだけど、他にもいいものあったんですけど、まあ買えませんでした。めげずに次行きましょう。最近さ、鼻が高くなんないかなと思って、あの美容室の髪を留めるクリップ?あれならたくさんあるから、鼻を挟んでみて、家で過ごしたりしましたよ。何やってんの?まあ、とりあえず挟んだ跡がついただけだったけどね。あとは100均でアイブロウペンシル買ってみて、まあそれをここの鼻筋のところをこうピーって書いて、それをぼかしてみたりとかね。 TikTok で見たからね。でもそれは結構変わるよね。そんなこと言わずにボトックスの注射打っちゃえばいいんだけどね。鼻に打って高くしちゃえばいいんだけどね。はっ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 は。まあ最近小さな努力をしているとか、まあさっきの鼻を高くするピンの話もそうなんだけど、まあ顔ゴリ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 やったりとか、この首の下、この顎の下の肉をなくすため、下ベラをこの上顎につけるみたいな、うんってね、顔の運動みたいのしてます。まあそれがいいって TikTok に載ってたから、ちょっと最近やるようにしてます。今ではちょっと黙ってる時とかは下ベラを上に持っていってますね。この前、湯の木の里っていう、温泉あり、サウナあり、岩盤浴あり、というところに行ったんですけど、まあ今サウナブームですから、流行りに乗っていると思われがちですけど、そんなわけなくて、もう7、8年とか10年前ぐらいから、結構利用してて、まずそれを伝えたいのと、その僕が行ったお風呂に、眉毛整えちゃいますっていうね、張り紙があって、ちょっと気になりました。1000円ぐらいでできる感じだったので、まあいつもは自分でバリカンで長さを整えて、まあ余計なところ剃ったりしてやっているんですけど、眉毛で人は決まるぐらいのね、結構そういう時代になってきてるから、プロに任せてもどうなのかなってちょっと気になりましたね。やってみようかな。やったら言うね。よかったら色足してすんごい濃くなってる人ね、すんごい濃くなってる人はあれどうかと思う。整えて変になっちゃってるよ。パラビで出川哲朗の充電させてもらえませんか、充電させてくださいませんか、充電させてもらえませんかっていう番組あるじゃん。あれを見てるんですけど、あれ来たらさすがに充電させてあげるよね。どんだけ運がいいんだろうね。急に家に訪問される方とかいるけど、あれ特にすごいよね。あの番組地元に来た人とかいるのかな。写真撮ったりしたことある人いるのかな。結構静岡も通ってるんだけど、いやその当日にどうやって情報を得てんのみんな。いや出てみたい。出演者の方、今高校生が自転車に乗りながらこう前鏡になってゲームやってた両手で、ありえないでしょ。こんな大通りで危ないよ。そんなゲームしたい？親に怒られちゃうの？この長い長い下り坂を君を自転車の後ろに乗せて、いやダメ、二人乗り危ない、特に下り坂危ない。彼女のことを大切に思ってるならそういうことしないで、本当に危ないから。絶対その後ブレーキを急にかけることになるから、ゆっくりゆっくり下ってってよ。本当に彼女のこと考えてあげて。はい、イオンさんに着きました。まあ、結局イオンだよね。いやここで買えなかったらもう無理、もう諦めるというところです。ちょっと行ってきます。帰るのかどうなのか。ゴました。買えちゃいましたよ。めちゃくちゃいいものが買えた気がします。もう帰る。帰ります。買えましたよ。何が買えたとは言わないけどさ、もう最近本当に思うのは、昔たくさん服を買ったりとか、絶対今の自分に生きてる。確実に今の自分のファッションセンスとか、今ミニマリストとして YouTube で発信させてもらっていることとか、お金の残り方とかに影響しているわけだから、そんなに悪い経験じゃなかったなって今では思ってる。
もう少し被害金額が抑えられたりとか、まあ、最初からそんなに買わなくても、まあ、いいものが選べていても、まあ、違うファッションセンスになったり、本当に興味がなかったら今どんな格好はしてるかわからないからね。まあそう言いながら自分のグッズの T シャツを着ちゃってるんだけど、ダサくはないと思ってる。今35歳、もう今36歳になってこのぐらいの年齢までに気づけてるってことは良かったことだと思う。まだやっている方、たくさん買っちゃって、ほんですぐ飽きちゃって、見向きもしなくなって、家の中でほっぽらかして、俺もどうかと思うよ、大人として。ごめんなさい。いやー、まさかこんなことになるとは思わなかったよ。軽井沢のアウトレット行ったって見つからなかったんだから、3時間半かけて帰ってきたのにだよ。7時間移動に使ったのに買えなかったのに、こんな近場で買えてしまうとは、なんだそりゃ。早く見せるーん。早く見せろってこの時間が楽しいんじゃない。ああわかりましたよ、もうせっかちなんだから。はい、ミニマリストが休みの日にお出かけして、今回買えたもの、ミニマリスト男がこだわって買ったものがこちら、赤信号。